23日の朝鮮日報は、日本、暗い過去を隠したまま、産業革命、を誇示しようとしたが、ブレーキがかかる、というタイトルで、日本のユネスコ登録に、ブレーキ、かかったかのように記事を書いた。日本は世界遺産登録時に、すべての歴史の記録が必要、というタイトルの記事も見られる。他のメディアも同じである。日本関連の国内記事は、誇張、歪曲に注意する必要があることを改めて感じさせてくれる。ファクトは一言で言って、日本に向かって明治産業遺産を搭載するよう勧告していたユネスコ参加機関が、最近、それぞれの場所が産業化の一段階、あるいは掘化の手順を反映する、歴史の全貌を知ることができるようにする、解析戦略を準備して、その結果を2017年11月までに提出することを要望する、という勧告を日本側に転送したということが全てだ。勧告なので、事実上、してもしなくても十分である。しかも提出期限が2017年11月までだそうだ。ところが、日本の文化財などの搭載の有無は、今年7月にすぐに決まる。日本、暗い過去を隠したまま、産業革命、を誇示しようとしたが、ブレーキがかかる、とか、日本、世界遺産登録時には、すべての歴史的な記録が必要、という朝鮮日報のタイトルは、すでにファクトとは関係ないことがわかる。記事は、歴史の全貌を知ることができるようにする、という表現が勧告の中に含まれていることを挙げて、参加機関、イコモス、は勧告の手を挙げてくれた、と書いた。ところが、喜ぶことではなさそうだ。たとえユネスコ参加機関が、徴用、に関連するものを暗示して、歴史の全貌、という表現を使っていたとしても、この表現、歴史の全貌、を最終的に、徴用、であるとして受け入れるか否かは完全に日本の心次第だからである。もし日本側が勧告案を遵守することにして、2017年まで資料を作って提出するにしても、今の雰囲気では、日本が資料に、徴用、関連の内容を含める可能性は大きくない。むしろ、産業施設が持つ、歴史的な意味、をさらに追加するチャンスとしてのみ利用する可能性がより濃厚に見える。これらの勧告が日本側に伝達された後も、日本側の既存の姿勢が変わらなかったという点が、そうなる可能性を高めている。22日の両側協議の時、韓国側は、徴用の事実を含めて搭載、を主張したが、日本側は、政治性のある主張は受け入れられない、という態度を明らかにした。韓国側の反発が最初に公式化した後、ずっと見せてきた日本政府の態度、政治性の主張はの、が不動状態なのである。逆鱗、というものがある。日本が言うのような存在だということを言いたいのではない。相手の身分の上下、おは大国かどうか、は関係なく、相手が最も敏感に思っていて、致命的に反応してくる可能性がある部分については、なるべく触れない方がいいということを言いたい。イ・ミョンバク前大統領の日本天皇関連発言は、これに該当する代表的なケースだ。無駄に触れても得られるものは何一つなく、そのために知らず知らずのうちに韓国が被った有形無形の被害は大きい。まだ余波が続いている。今回のユネスコの件も、韓国には似たような後遺症、国益損傷、を抱かせる可能性、爆発性、が濃厚に見える。今回のユネスコ登録は、日本国内の世論の注目、地元文化財、と、政権の自尊心、首相が直接主導、が同時に激しくもつれた事案だからである。また、慰安婦や米国議会演説の件など、韓国の反日攻勢、事実上、日本を恥さらしにする、キャンペーン、に継続的に苦しんできた日本の立場では、今回の、ユネスコ、の件を利用して、確実な反転をしようとする可能性もある状態だ。日本側は、今回の件も、日本を恥さらしにする。搭載時に日本の蛮行を含めろ、キャンペーンの一環として受け入れる可能性が高い状態だ。天皇発言の時と同様に、実益は何一つないのに、大きな副作用のみが予想される理由である。いくら相手が甘く見えても、時に波状況を見ながら攻勢をかけた方が良い。また、防御の準備、日本の報復対策、も全くせずにいる状態では、なおさらである。賢明なものは、間接的な経験などを通じてでもリスクを回避できるが、そうでないものは、高い需要量を支払って、苦い経験をして、初めて実現するという傾向がある。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。